始まりました高校生活。東京すっごい。果たしてハッピーエンドで終わる。目標はインターハイ出場。自力で頑張らないと。夢を叶えるために。うちがこの二人のマネージャー。こんなやつにマネージャーなんてできるわけねえだろ。絶対に無理。妹女。妹。自分の価値は自分で証明してみなよ。あんたたちにうちの価値認めさせたるけ。アイドルってめっちゃ腹立つ。KK ライフを犯せよパーティー。あれ、うちこんなに好きやったんだ。残力な君が可愛い。ずっと気づけなかった。ずっと傷つけてた。でも日和、あんまり無理したらいけんよ。うちってつくづくモブキャラだな。陸上もマネージャー見習いも両方本気で全力で頑張りたい。女の子は誰でもお姫様ってこと。さすがアイドルだよ。なんかキュンときた。俺にはヒヨレしかおらん。今のって告白。おしゃれしたヒヨリもいいけど、汗だくで突っ走るヒヨリもいいと思う。あなたヒロインになれると思う。お前は思うことそのまま言えばいいんだね。あなたたちは今一度しかない青春の真っ只中にいるのよ。可愛いな。俺も同感。うちは陸上もマネージャーもできるパワフルなヒロインになるんだから。ヒロインたるもの、嫌われヒロインと内緒のお仕事、4月より放送開始。